C の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。 C の代表の篠崎です。今日は篠さん教えてのコーナーになります。前回の動画、その前の動画、続きになります。今日の勉強はイルミナカラー VS キャラデコカラーという題名にさせていただきました。これは何かというと、前回の動画で言った通り、カラーの種類によってこのブリーチ力と色素の関係っていうのが全然違うんですね。で、前回の動画見てもまた分かるんですけども、いっぱい抜いていっぱい入れるカラーっていうのはブリーチ力が高いので綺麗な色が出る場合が多いです。対してあまり抜かないで色素を入れるカラーっていうのは色素抜ききれないので、メラニンが残った状態で色を入れるので明るくなりづらかったりとか色が出づらかったりとかいうところがあります。ではこのイルミナカラーとキャラデコカラーをここに出した理由っていうのはですね、これが相反するカラーの性質を持っているからなんですね。今ですね、ルミナカラーっていうとめちゃめちゃ綺麗な色が出るということで結構有名ですけれども、何が綺麗な色が出るかっていうとこれです。アッシュ系のカラー、グレージュ系のカラー、俗に言うですね、赤みが少ないカラーがめちゃめちゃ綺麗に出るカラーがイルミナカラーです。なぜ出るんでしょうか。これはですね、さっきのブリーチ効果っていうところもそうなんですけども、赤が少ないカラーなら赤を少なくした色素ですね、カラーの一体の中に色素が入ってるわけじゃないですか。この中に赤を少なくすればいいんじゃないかというふうに考えると思います。ただですね、日本人の場合にはそうはいかないんですね。でなぜいかないかというと、日本人が持っているメラニン、要するに髪の毛の色、髪の毛の色の中にももともと赤が入っているんです。これはですね、ブリーチとかでパーンって金髪までに抜くんじゃなくて、微妙に例えば1レベル、2レベル、3レベルぐらい、7レベルぐらいの、カラーリングを全く色素の入っていない、ただ抜けるだけのブリーチだけの薬でやった場合にですね、ほとんどの人は赤茶っぽくなりますね。もちろんね、骨格色素、髪質っていうのはこれ遺伝的要素なので、もともと遺伝的に赤みが少ない方もいます。突然黄色っぽくなっちゃう人もいます、いるんですけども、一般的には日本人の場合には、抜き始め、メラニンが少しずつ抜けてきて髪の毛が明るくなってきたよっていう感じの頃にはですね、赤っぽくなります。その赤がこのアッシュ系のカラーの邪魔をするわけですね。ではどういうふうにするかというと、ダブルカラーを考えていただくと分かるんですね。ダブルカラーをやると綺麗なアッシュが出ると思っている方がいらっしゃると思うんですけども、あれはですね、一発目のブリーチである程度赤がなくなる、金髪までいかなくていいんですけど黄色っぽいところまで地毛の色を明るくして、それからアッシュをかぶせることによって赤みが少ないところにアッシュをかぶせて綺麗な透明感のあるグレージュアッシュを出そうっていうカラーがダブルカラーです。じゃあイルミナがそれをやらなくてもある程度のところの綺麗なアッシュが出るってことはどういうことかっていうと、ブリーチ力が強いってことなんですよ。赤みが残った状態、髪の毛の中に赤みが残った状態でいくらですねブルーの色素を入れても、赤みが消えないです。ってことはブリーチ力、ある程度黄色くなるぐらいまでブリーチでリフトして明るくしてアッシュ系のカラーを入れるから、イルミナはめちゃめちゃ綺麗なアッシュが出ます。じゃあ対してキャラデコはどうか。これはですね、残念ながらイルミナほどアッシュに関してはですね、そこまでアッシュは強く出ません。なぜか、それはですね、ブルーの色素が少ないからということではないんです。カラーの色素の問題じゃなくてカラーのブリーチ力の問題なんですね。ブリーチ力が
少ないので赤みが消えるまでですね、キンキンっていうかそこまで抜けないんです。そこまでいかない状態でルーをかぶせているのであまり明るくならないし、イルミナほど綺麗なダッシュは出ないんですね。じゃあなんでイルミナカラーを使わない、このキャラデコっていうのはですね、中野製薬っていうところのカラー剤になるんですけども、 C のはこっちをなぜ使うのかっていうところなんです。実はですね、綺麗なアッシュがブリーチをしなくても出るイルミナなんですけども、ブリーチのリフト力が強いがためにイルミナカラーをやって、例えば次回に来た時結構キンキンしちゃいます。でもそれはそうですよね、キンキン抜いてるからグレージュが綺麗に出るわけだから、キンキン抜かないと出ないわけですよ、グレージュが。この色素っていうのは必ず少しずつ抜けてくるので、抜けてしまうとキンキンしてしまいます。ですのでルミナカラーをやって次回来た方は結構キンキンしています。まあ髪質によりですけど、でさらに前回の色が良かったと言ってイルミナをやるとさらに抜いたところから入れるので、どん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 明るくなってしまって、やればやるほど綺麗なアッシュは出るけども抜けた時にキンキンになる。対してキャラデコはそこまでのブリーチ力がありませんので、2ヶ月経って帰ってきてもキンキンしません。その代わり赤みが残っているのでアッシュっぽくにはなかなかならないという意味で、相反するカラーということで例に出させていただいたカラーがイルミナとキャラデコというふうになります。じゃあどっちのカラーを選ぶのかっていうのは美容室の考えであると思いますね。 C のに限って言うと髪の毛のに対するダメージとか優しさとかいうことを考えてキャラデコカラーを採用しています。もちろんキャラデコカラーで対応できないようなハイトーンとかそういったものはイルミナ的なカラーを使っております。使い分けてるっていうことですね。だって明るくなってもアッシュがいい、キンキンになっちゃってもアッシュがいいっていう人にも対応したいじゃないですか。だから両方は入れているけれども、シールのコンセプトとしてダメージの少なくてあまりキンキンしないカラーをメインで使っているという形になります。これですね、カラーの銘柄、ブランドによるそのカラーの配合とかね、そういったのもちょっと分かったと思うんで、次また違う動画を撮りたいと思います。Cのが使っているトーンダウン専用のノンアルカリカラー、これについて説明したいと思います。それではこの辺で失礼します。さよなら。3、2、1、9。最後までご視聴ありがとうございました。動画良いと思ったら高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。